今日午前2時ごろ、札幌市西区福井の住宅街で、家の外から熊のような動物の鳴き声と噛み砕く音が聞こえると警察に通報がありました。駆けつけた警察官がこの家の2階のベランダに上がって確認したところ、同じく噛み砕く音が聞こえたということです。周辺には小学校と中学校があり、警察は先ほど午前7時から周辺をパトカーで警戒に当たっています。